皆さん、こんにちは。西郷輝彦さんや橋幸夫さんと共に、御三家として1960年代に圧倒的な人気を誇った歌手の船木和夫さん、制服姿で高校3年生を歌った姿は皆さんおなじみでしょう。船木さんは2023年現在どのようにしているのでしょうか。自宅はどこにあるのか。また結婚した妻とは離婚したのではという噂もあるようです。真相を追いかけていきましょう。船木和夫さん、本名は上田成幸さん、1944年12月19日生まれです。出身地は愛知県一宮市。最終学歴は自由が丘学園高等学校卒業です。そんな船木さんの現在ですが、2023年現在も元気にファンの前で歌を披露しているようです。また船木さんのデビューのきっかけは友達と行ったコンサートです。何人もの女性を取っかえ引っかえしていた父と極貧生活を送った少年時代、13歳年下の弟が生まれた時に人並みの生活をさせたいと決意したそうです。そのために良い職業に就きたいと考えていたところ、歌手になろうと思うようになったといいます。歌手を選択したということは、船木さんは若い頃から歌が上手だったのでしょうね。大きなチャンスは高校生の時に突然やってきました。松嶋晃賞を友達と見に行った船木さん、そこで松嶋晃さんが一緒に誰か歌おうと聴衆に呼びかけました。すると友達が船木さんの手を引っ張り上げたのです。そして一緒に古衆を歌っていた様子をある記者が興味深く見ていました。その記者は大手芸能事務所ホリプロの会長に話したのです。会長は船木さんに興味を持って、そこからデビューに向けてトントン拍子に話が進んだのだとか。そしてあの誰もが知る大ヒット曲高校3年生が生まれたのですね。しかししばらくテレビから姿を消していた船木さん、しかしデビューして30年ほど経った頃に昔のヒット曲を歌手が出演して歌う番組が流行り出します。当然船木さんにもお呼びがかかりました。久しぶりに見ても高校3年生を歌う姿はファンの心に深く刺さったのです。それから中高年女性のアイドルとして活動を再開することができました。2023年には歌手活動61周年を迎えた船木さん、記念のシアターコンサートを1年かけて全国で開催しているそうです。ファンクラブも依然継続中で、会員を中心にアイドル的な人気をキープし続けています。船木さんは全ての人に人気がなくても良いと考えているとのこと。同じ時代を生きた人々にだけ通用する歌手で構わないと語っています。前述にもあるように貧しい時期を経験したことのある船木さん、船木和夫さんは1960年代に活躍した結果、東京の世田谷に家を構えることができました。極貧生活から抜け出すことに成功できたのですね。船木さんは世田谷区祖師ヶ谷に160坪もの土地を購入、そしてそこに10部屋もある2階建ての豪邸を建てました。その家は船木さんが若い頃に母と弟に譲渡。しかし事業に失敗した母と弟は家を売却する結果となったのです。残った借金は船木さんが肩代わりして返済。当時結婚して息子もいたので妻に申し訳ない気持ちでいっぱいだったそう。幾度となく辛い出来事が襲ってきても最後には乗り越えてきた船木さん、借家住まいを経て息子が中学に上がる頃に武蔵野に一軒家を建てたそうです。その後はずっとその武蔵野の家に住んでいます。船木さんは1960年代まで人気の絶頂にいました。しかしその後人気は低迷し仕事が激減。栄光の時代はあっという間で儚いものでした。それから船木さんはヒット曲に恵まれず3回も自殺未遂を繰り返してしまいます。1970年、1971年と2度にわたる自殺未遂、いずれも一命を取り留めたものの、さらに1972年、27歳の時には当時宿泊していたホテルから失踪。船木さんはその日の夜別のホテルで睡眠薬を大量に飲んだそうで、静脈に注射器が刺さったまま布団の中で昏睡状態に陥っている姿でマネージャーに発見されたのでした。ちなみにこの時も
なんとか一命は取り留めたものの、その後も心身の不調は続き、静養のため1973年から1974年は10ヶ月に及ぶ活動休止に至っています。また新しい事務所でのトラブル、さらに不自由な暮らしをさせまいと弟のために頑張っていましたが、その弟も亡くなるという不幸に見舞われたのです。ついには経済的に行き詰まり、自宅を売却することを余儀なくされてしまったのでした。おそらく1970年代の初めは船木さんにとって一番辛い時期だったのではないでしょうか。そのような時に出会った女性が松沢のり子さんでした。もともと船木さんのファンだったそうで、宮城学院女子大学音楽科を卒業したお嬢様、手がかかることは母や姉がしてくれて、ほんわかと育ったようです。そんなのり子さんは、私の夫になる人は和夫さんしかいないと思いました、と、すでに大学時代から心に決めていたと後に話しています。癒しを与えてくれる雰囲気に、船木さんは心が安らいだのかもしれませんね。1974年4月29日に2人は結婚しました。2人の間には淳さんという息子も生まれたそうです。淳さんは慶応義塾大学を卒業した後に一流企業に勤務。結婚して家庭を築いているのだとか。船木さんは結婚して温かく幸せな家庭を築き上げることができたのですね。しかし風の噂で離婚という話があったとのことです。詳しく調べましたが、結論から言うと船木さんは離婚していません。自身の問題ではなく、芸能界で御三家と呼ばれた仲間の二人が離婚をしていたのです。その二人とは西郷輝彦さんと橋幸夫さん。二人とも離婚経験があったので、その時に船木さんらと御三家として活躍していた橋幸夫さんが離婚などと騒がれたのでしょう。芸能仲間の離婚問題よりもインパクトが大きかったのは、船木さんの実父に関する女性問題です。父親は女性からとても人気があったようです。そして少々女癖も悪かったのかもしれません。今日からこの人をお母さんと呼べと言われて、そう呼んだ女性は合計9名。8回も母親が変わる経験なんて体験した人はほとんどいないのではないでしょうか。幼少期から船木さんは気苦労が絶えなかったことでしょう。そのような経験からも自分の妻や息子を大事に生きてきたのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。船木さんにまつわる様々な噂の真相について調べてみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。